はいどうももっくんです。今日はねあるものを購入しました。はい、てなわけで購入したのはアルファ6600のカメラですね。イエイ。あーめっちゃ嬉しい、やっと購入しましたね。僕ねずっとアルファ6600をね購入しようと思ってちょっとね様子見てたんですよね。はい、やっと我が家にもやってきましたよ。はい、以前ね僕ねこいつの1個前のアルファ6500っていう機種を使ってたんですけれども、アルファ6500もすごく優秀でね何の不満もなかったんですけれども、パワーアップしてねアルファ6600が出てきたんで、はい、では最初に分かりやすいようにねアルファ6600のここがいいよって思うところを大きく3つ挙げます。はい、まず1つ目ですね、フリップアップスクリーンです。ビデオ機としてねすごく使いやすい仕上がりになっております。じゃん、フリップアップスクリーンって何かと言いますと、こんな感じでですねスクリーンが自撮りできるようにねなってます。すごくね Vlog 時代でね Vlog が流行りだしてるのですごく意識して作ってくれたのかなって思います。すごくありがたいですよね。これがね結構魅力です。アルファ6500はこれができませんでした。はい、で今から喋るんですけれども、2つ目ですね、強力な手ブレ補正です。5軸のね手ブレ補正がついているので結構優秀に補正してくれます。はい、でねアルファ6400という機種もあるんですけれども、同じようにフリップアップスクリーンが採用されたんですけれども、手ブレ補正がねついてなかったんですね。なのでねこのアルファ6400であった不満点が解消された形となります。それでは3つ目いきましょう。3つ目はなんといってもねソニー魅力のねファストハイブリッド AF、 すごく進化したオートフォーカス性能ですね。 0.02 秒とすごく優秀なねオートフォーカスの性能を発揮しております。はい、フォーカスポイントもね425点と、動画もねリアルタイム瞳 AF とか使えるようになっておりますね、こちらの機種も。であと一つ大きなポイントが動画の長回しができるようになりました。動画の長回しっていうのが α7-3 だと29分間しか撮影ができなくて、まあ約だいたいそんなもんだったと思います。間違ってたらすいません。こちらはこの制限なく回せるということで動画のね長回しができるようになりました。で動画の長回しができるようになったって言ってるんですけれども、動画の長回しするんだったらでも α6500 みたいにね消耗が早いバッテリーだったらどうせ長回しできねえじゃんってなるんですけれども、はい、これ嬉しいんですよね。α7-3 とかでも採用されているフルサイズ用のねバッテリーと同じやつが採用されております。はい、なのでね α6500 比でいうと 2.3 倍ですね。写真でいうと810枚ぐらい、うん、なのですごく嬉しいポイントですよね。はい、こんな感じでですねこちらをスライドする形になっています。でスライドすると簡単に開くようになってますね。でこちらにマイクとねヘッドホンの音があるんですけれども、例えばねこんな感じで挿しましてね、マイクのねこの入力レベルとかを確認したりとかね、すごく便利になりました。はい、では7つ目いってみましょう。高感度撮影にね α6500 より強くなったみたいなんですよね。こちらは実際に暗所の場面で撮影してね見てみないとわからないので、また検証していけたらなと思っております。はい、以上ですねざっくりとなんですけれども、まだまだねいっぱい細かいとこ言えばすごく魅力があるんですけれども、ざっくり分かりやすいようにね7つ僕がいいなって思うね α6600 の魅力について話していきました。はい、いかがだったでしょうか。楽しかったよ、参考になったって方はいいね、グッドボタン、いいねとグッドボタン一緒やん、すいませんでは仕切り直しです。楽しかったよ、いいな、参考になったよって思う方はチャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。